うございます。はい、まずお名前から。はい、鈴木茂子です。はい、今日はですね、一人一作品、はい、ちょっと何かきっかけとか気持ちとかを語ってもらうんですけど、どれ選びます？ですね、あ、これ、はい、これテーマは、そうですね、テーマというか、まあ、このまんまなんですけど、はい、心のかけらたちということで、はい、みんな抽象的な形でもどこか心に引っかかるような形ってあると思うんですね、はい、なので見る方が自由にも想像していろいろ物語を膨らませていってもらえるような作品ができればなと思って今回は作りました。なるほど、いろんな気持ちがこれを見るときに、そうですね、もう見る方によって変わってくるっていうのでいいと思うんです。そうですね、でも今日はすごく日当たりがいいよ今日。これ1個目のガラスでやってるんですけど、はい、昼と夜とか雨降ってる時とかそういう時でも色がすごく変わって見えるでしょうね。もう今キラキラ光ってる感じね、この秋の太陽、まあ、今日は青空でアートだからね。そうですね、せっかくお外でやれるんで、そうですね、はい、今日もありがとうございます。どうもありがとうございました。